君雄は、日本の医師、官僚、政治家。参議院議員、新潟県知事などを歴任。1989年病気のため辞任医学博士。1911年12月22日、父、周一郎の長男として、新潟市に出生。新潟県立新潟中学校を経て、官立新潟高等学校を卒業。 1936年3月、関立新潟医科大学を卒業。同年11月、王将。1940年、栃尾町の栃尾合立診療所組合内科部長に就任。東京の日本工学病院内科主任を経て、再度王将。1947年に新潟県庁入庁し、1957年に新潟県衛生部公衆衛生課長。 1962年と、新潟県総務部長なる。1965年7月21日から、新潟県副知事となり、1972年11月17日に7年間、勤めた新潟県副知事を辞任。12月17日の、第8回参議院議員通常選挙の補欠選挙に、新潟県選挙区から、自由民主党公認で立候補し当選。 1974年3月27日に参議院議員を辞職。4月21日の任期満了に伴う県知事選挙で松沢敏明、浦沢与三郎を破り当選。5月1日に第49代新潟県知事に就任。1978年4月23日、任期満了に伴う県知事選挙で稲村俊夫を破り再選。 1982年4月25日、人気満了に伴う、県知事選挙で、坂上富夫を破り参戦。1985年6月、新潟県庁舎が移転。1986年4月20日、人気満了に伴う、県知事選挙で処理制点、今井慶也、新海秀治を破り4戦。 1989年3月18日、新潟県立が、ん、センター、新潟病院に入院。2日後の3月20日に、医師からがんであることを告知される。4月8日、金子清に辞意を伝え、事実上後継として、金子を指名する。4月13日、入院先に、金子副知事を呼び、正式に辞意を伝える。4月18日には、 田中角栄元首相、自民党所属の国会議員計13人に、癌を告白する新書を送る。4月19日、臨時県議会が開かれくんの知事辞職に同意。君に対し感謝決議が採択される。知事辞職が許可された翌4月20日11時4分死去。77歳遺没。7月2日に、県民層が挙行された。趣味はバイオリンで。 夫人のヨシコはピアニスト。1980年4月22日に新潟県民会館前で開催された新潟県警察音楽隊の第1回プロムナードコンサートでアルルの女を演奏する音楽隊の指揮者を務める一幕もあった。ありがとうございます。